手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。おのが身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。こんにちは。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。今のは尊重じゃないか。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は言ったらわかるんだ。父の自慢の弟子でございます。ごめん、引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかね。鈴木、承知いたしました。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここで何をしておる。父上も、セットどもが。ヒロキ殿。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。ゲドゲ、さすがワンじゃん。勝負事は相手よりも師範と。ヒロキ殿。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。逃げろ、急ぎよ。逃げろ、何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それが故に父上はあれほど急いで拙者から離れませんよ。先生が助けてやってくれ。誰か命乞いするなら今のうちじゃ。この向こう水なもののふは誰だ。して手玉の首を折って。伏せろクズが。
こいつの命役立つ。ここまでだ。ヒロキ殿、なりません。逃げられる。あなた様は守り神様の化身か何か。誰もおらん。行くぞ。逃げるな。どういうことじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生、相方が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量に。命乞いするなら今のうちじゃ。最下層はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。反抜きをせねば。そこの木を持ってこい。魔妖精まだ来るぞ。抑えろ。そこで止まれ。お願いだ。俺たちは何にもしてねえ。お前らも何の価値も。消えろ。あわや切り殺されるところでした。頼む。死ねえ。役立たずのクズ野郎が。めっちゃ死んでまうよ。本は放っておけ。叩き切る。役立たずのクズ野郎が。やつらが退いておる。これは先生の行いか。社の中に。これで最後じゃ。頭を始まってやる。ここにおとどまりを。力を尽くせ。